オフィスまゆみのまなちゃんとまゆみちゃんです。イエーイ。ちょっと膨れてない実はですね、前に親知らずを抜くっていうのを YouTube で言ってて、うん、ついに抜いて、今日抜いたんでちょっと腫れてて、塗ってるので笑いがぎこちないです、なんだっけ、全開で笑えないのね傷口が開いてしまったなんか平安美人みたいになってるんじゃない、だから顔が平安美人の人はちょっと顔が下僕らそんなまなちゃんも可愛くて好きですよ、はいはい、ありがとうございます、せっかくなんで、ね、でもね、喋りづらいっていうのがないですね、はい、そうですね、はい、ここからの回復を見ててくれっていうね、はいはい、私、はい、最強だからね、はい、はいはい、今日はですね、はい、みんながもう今愛してやまないこちら、うん、水素若々美人、イエーイ、名前がね、はい、いいですね、水素若々美人、若々美人、これの、ね、みんなの好き好きポイントをちょっと聞いてきたので、うん、この動画でもちょっと好き好きポイントをお伝えしていきたい、この名前自体が好き、はい、だってさ、若々って嫌いな人いるあのフルフルとかのが好きな人いる老人の老のさ、老老とかさ、老化の老の老老、老老美人とかね、だって若々美人の反対語を考えてみよう、恐ろしいよ本当ですね、老老不死ってなっちゃうね、そういうこと言って怒られちゃうのかしら、ね、ちなみにこもってるやつは空で、こっちはあやちゃんのやつなんで、そう、私物です、皆さん、あの本当に3月の分はもうなくなってしまって、販売でね、はい、次入荷が4月のどういう出来事と思うけどね、はいはい、それぐらい人気なんですけど、今日もだからね、ご来店の方がいらっしゃったんだけど、はいはいはい、ね、お買い上げいただけないっていうのは悲しいね、はい、はい、またあの追ってね、あの入荷の、うん、情報はオフィスのチャンネルだったり、ね、でもできればね、やっぱりこう、もう、はい、まだまだね、人気ですぐ完売しちゃうから、はい、早めにね、予約入れてもらうことをおすすめしますね、はい、入れといた方が絶対いいと思います、本当に、うん、あのいっぱいいっぱい買ったりとかしないでですよ、はい、ていうかそれだけあげられない皆さんにね、やっぱこう、はい、お届けしたいからね、だけど、はい、自分のね、毎月飲む分だったりとか、うんうん、そうですね、うん、もしかね、家族さんの分が本当に、ね、はい、あのこっそり飲んでるね、家族さんとかいるからね本当に、だから今日はこの好き好きポイントで、はい、あの結構、はい、なんかこれ不思議な現象が起きてるよね、そうなんですよ、まず、ね、あのさっき本当に真由美社長が言ってくれたように、うんうん、みんながよく言うこの名前、うん、この好き好きポイント1なんですけど、うんうん、名前にインパクトがあって覚えやすいネーミングが大好きっていう方が結構いてくれはって、うん、あのひとりさんの商品っていろいろネーミングが、うん、あの可愛くって好きなんですけど、うん、これは覚えやすくって読みやすいし、うんはい、っていうお声がありますね、うん、だってね、若くて若い若い美人ですね、はいはい、すごいそのままですね、それからポイ、好き好きポイント2つ目、うんうん、外でもどこでも飲めるから軽いし、カプセルも軽いからどこでも飲めるのがすごく便利、ね、こんな普通のね、カプセル2つ、はい、1日一応2つって言ってね、はいはい、まあ、水素ってね、本当に、はい、あのなんていうの、はい、副作用がないからね、お水で出ちゃうからね、はいはい、だけど一応1日2つを目安にどうぞって言ってるけど ね、はい、ね、でも、はい、楽だよね持ち運びも便利だよね、はい、本当、出張とか旅行先でも飲みやすいので、うん、みんなの好き好きポイントが、うん、なるほど、はい、推しです、なるほど、はい、それから、3つ目、うん、カプセルタイプなので、うん、あのしっかり腸というか体の中に届きやすい、うんうん、あの水素水とかお水だったらなかなか飲みにくかったりするものが、うん、カプセルだから飲みやすいって、水だと飲みづらい、冷たいから、あ、うん、なんかあの水素さんがちょっと出ていっちゃったりとかっていう、ね、事情がある、まあ、水素さんってね、だって地球上、はい、宇宙上でね、はい、一番小さい分子だからね、はい、ね、シューっていろんなとこ行っちゃうからねカプセルだからとってもいいという、はい、水素マニアの人が言ってました、あ、水素マニアの方がねバイバイ水素マニア、その方の個人的な感想です。でもそうね、はい、うん、だってあの私さ、浄化お汁とかもさ、はい、あの、なんていうの、はい、時々、はい、こう
シャカシャカってしないで粉だからね、はい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 、そのまま口に入れて粉を飲んじゃうんだけど、はい、そうだ口の周りにものすごい粉ってつくのね。あ、確かにそうですね、うん、だからこれがカプセルじゃなかった場合この口の周りにいっぱいついちゃって非常にもったいないことにもなるだろうからね。確かにそうですね、そういう意味でもやっぱカプセルはありがたいですね。そして次4つ目が習慣化しやすい、飲みやすいから習慣化しやすい。これさ、朝でも夜でも分かる、これさ、はい、飲み忘れる人いないんだよね。はいはいはい、本当に。あの今までさ、はい、あのお客様だったりでもさ、はい、もう飲み忘れちゃってさとかっていう方いるんだよね、はい、結構ね可愛い人がね、はいはい、だけどこれって絶対忘れないんだよね、はい、うんうん、そうなんです、そうなんですよね、これはい結構人気ポイント。そう、それで私もなんか、はい、あの知ってる方に聞いた時に、はい、聞いた話で、はい、なんだっけ、あの今まで、はい、絶対に、はい、あのね、はい、用意しないと飲まなかった旦那様とかがこれは飲むんだって、はいはいはい、それでしかも、うん、すごいよ、今まで絶対飲まなかったんだって、はいはいはい、忘れちゃったとかいろいろ言って出さないとね、はいはい、なのに自分で飲んで、はい、さらに飲み会がある時は倍飲んでいくらしいよ、はい、すごいすごい、もうだから習慣化になってます。そう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 、だからすごい、うん、なんだろう、はい、なんか手頃でなんか忘れない何かがあるんだろうね。そうですね、私たちは結構もういろいろ飲んでるから、うん、確かに飲みやすいな、うん、あの取り入れやすいなっていうのがあるんですけど、うん、はい、なんか習慣化しやすいね、すごいね、はい、それから、そうですね、次 5個目が、うん、その真由社長が今言ってくれたように人に勧めたら飲んでくれる確率が高い、うんうん、これなんかよくわかんないですよ、理由は。あのでもなんかそうやって私の旦那さんもそうなんですけど、蓋に入れたらなんかヒュッて飲めて、うん、で何これとか言わずに飲んでくれたり、うん、家族の人が飲んでくれたりってお客さんが言ってくれたり、うん、絶対飲まなかった旦那さんがこれやったら飲んでくれたりっていう、うん、何なんだろうねなんかわかんないですけど、でなんかほらなんか誰かねいたよね、はい、はいはい、あの置いてたら、はい、家族が勝手に飲んでてめちゃくちゃ減ってたとかさいるんですよ、ね、いるんです、なんか何かこの払ってる何か水素っていうネーミングかもしれないし、はいはい、この若々美人っていう、はいはい、だけどね今までだって多分さ、はい、あのそのね知ってる方だとご家族の人にも、はい、これぐらい飲んだ方がいいわよって言ってても、はい、いやいいんだよとかって、はい、まあ英語で言うと口ごたえそうまなちゃんの旦那様は違うとは思いますが、はい、でも忘れちゃうんだよね男の人とかもね、だけどそういう人もなぜか、うん、なぜかこれはもうなんか放ってる、なんか放ってるんだね私は思ってます、あエネルギー放ってる、はい、飲みたくなる何かオーラを放ってるのねみたいです、なんかすごいね、あのなんか人に私とかでも、はい、うん、私もあまりね、はい、ほらなんかあのマルカンの社長ですとかって言わないのよ、はい、いろんなとこ行っても、はい、だけどこれって、はい、水車やばいですよめちゃくちゃいいですよとかって言って言うと、はい、それ何ですかとかって言って結構みんな、はい、聞いてくれたりなんかじゃあそれ飲んでみようかなとかって言ってくれるから、すごい、でもなんだろう放ってんのあんまり笑わないでここがちょっとね突っ張ってるね、はい、そうなんです、ね、で最後、うん、最後これはもう決め手なんですが、うんうん、6個目、飲んだらわかるもうこれはあのそのまま、うん、はい、であの飲んだ人の体験談はまた違うところで出てるので、うんうん、聞いてほしいんですけど、もうとりあえず飲んだらこれいいわって、うん、みんなが言ってくれるんですよ、お客さんもそうですし、うんうん、あの多分私の旦那さんも1回じゃなくて2回渡してもすって飲んだので、うん、何かいいのか分かってくれてるけど、まあ、そこをさ言わないのがやっぱりこう、はい、夫婦の修行だね、はい、何やねんって思うんですけど素直にさこれめちゃくちゃいいねとか何か言ってくれたらいいのね、はいはい、言ってくれたらいいんですけど、2回3回と飲んでくれるんで、あの飲んだら分かってくれるんだろうなっていう、でもみんなね、はい、あ飲んだら分かるって言って、はいはい、飲んだ人が、はい、すぐ何か自分 の、はい、あのこうなったって話を語り出すよねめちゃくちゃね、はい、なのでぜひ飲んだことない人は、うん、1回飲んでみたらあの分かると思いますので、ね、でもだってさ、あの、はい、しつこくさ、私も自分の動画でも言ってるけどさ、はい、人間の体の 70% が水素でできてるっていうから、だからこう、なんか体も馴染んでわかるのかもしれないね、はい、何かがね、はい、もう本当に体から感じれるという、うん、素晴
しい、もうぜひ皆さん、ね、はい、話でもうに大人気です、はい、大人気で、もう本当に発売したら、ね、入ってきたら完売、入ってきたら完売なので、うん、ぜひ予約を入れといてもらったのが、ね、なかなかだってね、また入ってきて届くのが4月だから、はい、うん、はい、ね、そうですね、うん、でもあのね、一人でたくさん、あ、そうですね、あのじゃなくて全然全然、はい、ご自分の必要な分だ、はい、で家族がもしそっと飲んでた場合は、はい、あの請求書をそっと渡して、はい、あの請求して、はい、あの予約しといたよって言ってね、はい、ぜひしてあげてください本当だ ね、はい、ね、でもね、これからのね、本当にあの、うん、この世の中のね、はい、本当に車も水素になるように、はい、そうです、水素自体にね、はい、人間もいよいよね、はい、ハイブリッドだね、はい、楽しいです、ぜひ、はい、ぜひあの飲んでる方はあなたの好き好きポイントをコメント欄でお待ちしておりますので、うん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 、書いてみてください、うん、体験談もいいよね、はい、体験談もぜひお待ちしております、もしよかったら恥ずかしくなかったらオフィスまゆみチャンネルの動画に出てください、はい、ぜひぜひ、はい、大歓迎です、ね、もうすごいいろんなね、あの体験談いただいたりとかしてね、はい、もう感動してて、それもね、オフィスまゆみチャンネルで上がってますからね、はい、上がってますので、ぜひ見てください、はい、はい、そしてまなちゃんのこれも、はい、ここからどうなるのか、はい、乞うご期待お話ししたいと思います、ね、どうなっていくのか、この親知らずを抜いて膨れてる頬は、はい、どうなっていくのか何日でどうなっていくのか、本当はね、はい、お話ししたいと思います、乞うご期待、はい、はい、ということで、はい、皆さん今日は好き好きポイントを聞いてくださってありがとうございます、ありがとうございます、この動画がいいなと思ったらいいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします、お願いします、ありがとうございました、ありがとうございます、皆さん今日の動画はいかがでしたか、ここからはまなちゃんからの追伸です、体の栄養は毎日必要です、とりあえず飲むだけ6ヶ月です、6ヶ月続けるだけ、一生の友としてお付き合いください、オフィスはあなたの健康を全力でサポートしてます、とりあえず飲むだけ6ヶ月です、続けてみましょう、なんとかなる、なんとかなる、そして